改めましてよろしくお願いします、はい、お願いします。今年のですね、はい、まあ、チームも含めご自身の、シーズンの点数をつけるとしたら何点ですか？そうですね、まあ、個人としては60点とかぐらいで、まあ、チームとしては90点ぐらいですかね、はい。なんで個人は60点なんですか？まあ、自分自身得点っていう面でも、まあ、最低でも2桁行きたかったっていうのと、まあ、シーズン途中に少し抜けてしまって、まあ、怪我で離脱してた部分もあったので、そこは、まあ、伸びしろというか、まだまだこっからだなっていうので、はい。まあ、あとはチームとしては昇格して目標達成できたっていうのはあるので、そこは、まあ、高い評価っていうか、自分も関わってた部分もあったので、まあ90点にしたのはまだまだ J1 でやれることがあると思うので、まあ、先を見てというか、はい、そこの結果を求めてやっていきたいです。でも J3 からキャリアスタートさせて、まあ、J2 で、まあ、次は J1 ということですけど、はい、今どんな気持ちですか？そうですね、まあ、正直わからないことが、まあ、いっぱいというか、わからないことだらけなので、まあ、ワクワクするっていう気持ちはもちろんありますけど、まあ本当にこう今まで積み上げてきた、まあ、ステップアップしてきたなども、もう経験を生かしてというか、まあ、いい準備してやっていきたいなと思います。まあ、今シーズン今もうまさにやってこられたばっかりかもしれないですけど、はい、今シーズンの、まあ、ベストゴールというか一番印象に残ったゴールを挙げるとすると、どのゴールですか？自分自身のゴールで言えば、まあ、栃木戦のゴールはらしさというか良さは出せたのかなって思うのと、チームの状況を考えれば、まあ、山形戦の同点にできたゴールは、まあ、次につなげれたのかなとは思います。まず栃木戦のゴールっていうのは、9節、はい、これはどういうところがこう、まあ、ご自分の良さを生かせたっていう、まあ、逆足だったんですけど、まあ、そのタイミングで打つかって周りからは言ってもらえてるんですけど、まあ、自分の中ではもう感覚というか入るっていうのがあったので、その思い切りの良さでキーパーの隙もつきましたし、そういったところはまあ良さかなと思います。もう一つの方はあれですよね、昇格を決める直前の試合。そうですね、はい。これなんで挙げたんですか？まあ、0-1 で負けていて、まあ、昇格もどんどん見えてきた中で、まあ、負けないっていうのが大事だったので、まあ、そういったタイミングで自分が後半から入って、まあ、しっかり得点でチームの引き分けに持ってこれたっていうのは良かったなっていう部分です。個人的にはですね、水戸戦が出てくるのかなと思ったんですけど、はい、ホームの水戸戦のゴールはいかがでした？そうですね、まあ、久しぶりというのもありましたし、まあ、あと家族が見に来てたので、まあ、家族の前で、まあ、いい姿というか、まあ、得点という形を見せれたのは本当に良かったと思います。まあ、ゴールをその、まあ、解説されるとしたら何が良くて決まったっていうふうに分析されますか？そうですね、まあ、セットプレーは練習してきた形でもあったので、そのタイミングでまあ、いいボールといいタイミングで自分が入って、最後に頭で叩きつけてキーパーの取れない位置 に打てたのは良かったのかかなと思います。まあ、今まさにご家族がっていう話もありましたけれども、はい、確かにインタビューの時にお母さんがなんか最後答えた時があったと思うんですけど、はい、お母さんに見られながら のインタビューってどんな感じですか？まあ、恥ずかしいのがいっぱいでしたけど、でも正直お母さんああいう感じなので、いつもグイグイ来るというか、ああいった形なので、まあ、恥ずかしい部分もありましたけど、ちょっと慣れた部分もあります、はい。結構じゃ あの小さい頃からああいう感じだったなっていう。そうですね、まあ、家族全員というかお父さんも結構、まあ、ノリノリなんですけど、お母さんが一番グイグイ来るんで、はい、それは慣れた方かなと思います。谷口選手もグイグイ行く方なんですか？まあそうっすね、慣れれば、はい、慣れる、はい
で、まあ、その3ヶ月ぶりっていうお話だったじゃないですか、はい、でそれこそ、まあ、何がこうその3ヶ月ってこうご自分が、まあ、怪我なのか、どういうところがこう3ヶ月ぶりっていうことになったのかっていうふうに思ってます？そうですね、まあ、怪我で抜けた部分ももちろんありましたけど、まあ、自分自身のそのキャリアでも間空いたのがこんなに空いたのは初めてだったので、まあ、いろんな人に話したり自分の中でも考えたりしてたんですけど、やっぱり自分の良さっていうところで思い切りの良さであったり、そういった部分を出していくっていうのと、あとはチームの勝ちにつながるプレーっていうのは得点以外にもあったので、まあ、そういったところでは得点取れないのは悔しかったですけど、まあ、やるだけだっていう気持ちで続けてたので、それが久しぶりにゴールにつなげれたのは、まあ、継続してやってたからかなとは思います。その3ヶ月間っていうのは何が一番苦しかったんですか？まあ、自分の体が、まあ、違和感というかあったので、そこで、まあ、抜けたっていうのもあったんですけど、まあ、そこの何ですかね、自分の体をこう理解するというか、すごい学んだ部分が多かったので、そこの最初の時にはいやどうしようというか、痛みだったり苦しみというか、まあ、違和感っていうところでネガティブになる部分が多かったので、まあ、そういったところは少し、まあ、悩んだというか、まあ、いい方向に向けばなっていう気持ちではいました。なんかそれってこう、まあ、私たちにサッカーしたことないからあれなんですけど、まあ、一歩が出ないとか、なんかちょっと遅れるとか、そういう感覚だったんですか？そうですね、まあ、ボールの感覚もありましたし、体が、まあ、走ったりスプリントするときに違和感あったりしてたので、まあ、そういったところでも動きの段階で嫌な感じがあったので、まあ、そこを見直したいっていうのもあって、監督だったりメディカルの人たちも理解してくれて、しっかり休めって言ってくれたので、まあ、そこで向き合えることができましたね。あの松橋監督から、まあ、その時じゃなくてもいいんですけど、まあ、この1年、まあ、あるいはコーチもされてた期間の中から、まあ、なんか言われて印象に残っていることってありますか？そうですね、本能を大事にっていうのは今シーズン最初に言われたのもあって、まあ、自分自身もプレーの中で良さっていうのは感覚だったりその本能っていうところが、まあ、良さだったと思うので、まあ、それを引き出してくれるというか最初に言ってくれたのはすごい響いたので、まあ、イメージしながらというか、まあ、自分の思ったことを表現しやすくなったのかなと思います。やっぱりその、まあ、誰と比べるわけじゃないですけど松橋監督になって、まあ、良かったなっていう部分ってやっぱ結構大きいですか、チームとして？そうですね、自分たちをよりこう信用してくれてというか、まあ、自分たちの思いを優先してやっていいというか、まあ、自由にやれた部分もあったので、まあ、そこでみんながそれぞれ良さを引き出しながらやれたのは、まあ、強みになったのかなと思います。なんか今年あの誰が出ても活躍できるとかって、まあ、いろんな方がおっしゃるじゃないですか。なんで、まあ、こう組織であっても誰が出ても活躍できる組織って最強だと思うんですけど、なんでそんなチームができたと思いますか？まあ、スタッフ陣、監督はじめスタッフ陣の、まあ、ところでもそうですし、チーム内でもより1年間通して、まあ、切れることはなかったので、継続して練習から、まあ、本当にずっと言ってた目の前の試合が大事で最強の敵っていうのもずっと言い続けてたので、そこを本当にみんなが意識して、まあ、一日一日取り組めたのが、まあ、良さというか試合の結果につながったのかなと思います。あのちょっと時間もあれなんで、あの谷口農園の話もお聞きしたいんですけど、はい、あのあれなんで始めることになったんですか？まあ、バイトしてた頃に盛岡の時にバイトしてたんですけど、花に水やりをしてたっていう話をこのクラブの広報の方に話をしたら、じゃあもう野菜作っちゃおうっていうノリになって
はい、農園が始まりました。なんか去年から今年でちょっとグレードアップしたっていうのをお聞きしましたけど、はい、そうですね、去年はトマトをよりメインにというかやってたんですけど、今年はまあ枝豆だったり芋だったりきゅうりだったり他の野菜にもまあ手をつけてというか広げて、はい、始めましたね。そういうまあスチージーとか、なんか作ったりとか、はい、お綺麗じゃないんですか？まあちっちゃい頃から、まあ、田舎っていうのもあったんですけど、まあ、機会は多かったので、まあ、嫌いではないですね、はい。あのできた枝豆を、ね、クラブのレジェンドと一緒に召し上がってた動画もありましたけど、はいはい、いやすごい美味しかったですけど、やっぱりその新潟県人というかレジェンドのスピードにはびっくりしましたね、はい。なんかあの本間勲さん、その動画にない部分でなんかこぼれ話とかありました？まあ勲さん本当にしっかり手伝ってくれて、本当に枝豆食べたかったんだなっていう思いは伝わりましたね、はい。なんかそれこそまあ来年 J1 でっていうことで、あのそんなね、あのまあ農園をやる時間もないかもしれないけど、はい、まあもしさらに挑戦できるんなら、なんかちょっとこんなこともやってみたいなっていう、来年のちょっと谷口農園のプランってどんな感じですか？はっきりとは決まってないんですけど、まあできるだけ映えるようにお花だったりなんかちょっと写真撮ったりしても映えるようなものはやってみたいなとは思いますけど、はい。じゃ結構谷口選手もそのインスタとかで上げてらっしゃる、はい、いやあんま投稿しないですけど、はい、まあやる分には何かしら結果を求めていきたいなと思います。あの今シーズンはあの、まあ、初めて、Gリーグのベストイレブン、あの J2 リーグもベストイレブンが、まあ、発表されました、はい。まあ、あのアルビから6人選ばれて、まあ、そういったことに関してなんかどんな印象をお持ちになりました？まあ、本当に誇らしいことだと思いますし、まあ、選ばれたみんなもそうですけど、まあ、チーム全員が本当にいい1年を過ごせたっていうのは形になったのかなっていうのは思うので、まあ、これを満足せずみんながより高みを目指してやっていければなと思います。どうでしょう、一方でもうちょっと点取れてたら自分ご自分運転とか、なんかそういう思いってありました？そうですね、やっぱり悔しい思いは、まあ、ありましたし、まだまだやんないといけないっていうのをさらに、まあ、次につなげようという思いにはなりました。もし谷口選手が今シーズンあのチームの中で MVP を選ぶんなら、誰にそのトロフィーをあげたいですか？まあ誰か一人っていうのはなかなか難しいんですけど、まあでもやっぱりこの苦しい時期というか昇格まで支え続けてくれた、まあ、一人ではないですけど、まあ、キャプテンのゴメス君だったり、まあ、高木選手だったり、まあ、早川選手だったり、まあ、苦しい時期をこう乗り越えてきた人たちにはより、まあ、MVP というか、まあ、頑張ってきてくれたおかげなんだなというのは思いますね、はい。その要は J2 でもなかなか勝てなかった時期を乗り越えてくれた人がいたからっていう、はい、そうですね、まあ、積み上げてくれて、まあ、歴史あるクラブだと思うので、まあ、そういった人たちがいなければこういう結果にもつながらなかったのかなと思うので、まあ、それは強みにもなりますし、まあ、来年にもいい結果を出せるようにやっていきたいと思います。あのということは来シーズンもあのオレンジのユニフォームを着てくださるっていう、なんとなくそういう期待をしていいんでしょうかね？はい、そうですね、はい頑張りますあの、まああのまあ、来シーズンですね、はい、まあ、あのまたステージ上がりますが、あの改めてその目標というか意気込みをお願いできますでしょうか？まあ、自分自身分からないことが多い中で、まあ、チームとしてはJ1 のステージに戻ったっていうことがあるので、まあ、最高の結果を求めて、まあ、みんなが笑顔になれるようにまた精一杯頑張っていきたいと思います。来年からは J1 というステージにまた戻ってきたという形になると思うので、
新潟一丸となって、最高のシーズンになるようにまた自分たちも頑張っていきますので、熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。